投資残高っていうのはもう100倍ぐらい増えちゃってるんですね。グローバルで戦える企業をどうやって作っていくのか、スタートアップ投資 TV。 はい、皆さんこんにちは。スタートアップ投資 TV ガゼルキャピタルの石橋です。今回もですね、この番組のヘンゲさんとイニシャルさんにスポンサードいただきながらお送りをさせていただいております。いつもお世話になっております。今回もですね、前回までに引き続きまして、リアルテックホールディングス取締役社長の藤井さんにご出演をいただいておりますので、藤井さん今回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。第1弾、第2弾、投資交渉会とリアルテックファンドさんについてのファンドのご説明いただいてまいりましたが、改めて2弾のファンドのご説明出てまいりました。ディープテック、インパクト投資というワードも一つ、リアルテックさんにとっては切っては離せないようなワードになってくるかなと思います。その上で最近、スタートアップの資金調達の冬の時代みたいなのを検索しきっているのかなと感じておりまして、スタートアップ資金調達ハードルがディープテック領域、ないしはインパクト投資界隈にどういうふうな影響を及ぼしているのかというところ、藤井さんのご解釈もいただければと思いますが、いかがでしょうか。一言で言えば、そこまで影響は受けないのではないかというふうに思っております。ステージによって違う部分もあるので、レーターとかになっていけばいくほど市場に影響される度合いが大きくなるので、そこは少し影響を受けるかもしれませんけども、我々が主戦場としている特にシードアーリー期のディープテックスタートアップはもう全くと言っていいほど受けないのではないかなと思ってますし、特に日本においてですね。もう一つがですね、政府の方針的にも研究開発型のスタートアップを応援していかないといけないだろうというところで、一大勝負を政府もかけているというところで、かなり追い風というのが正直なところなので、ポジティブに今実は風が吹いているんじゃないかと思っているのが我々のスタンスですね。そもそも国のそのサポート内容が拡張していくみたいなトレンドによりなっていってるっていう感じなんですか。そうですね。岸田政権が経済政策のど真ん中にやっぱりスタートアップを持ってきてますし、グローバルで戦える企業をどうやって作っていくのかっていうのが、これはもうスタートアップ全体に関わる話ですけども、その中でやっぱりディープテックとグローバルってすごく相性がいいんですね。言語性とか文化とか、そういうものを比較的覗くことができて、どこの世界に行っても使える、規制とかはあるにせよですね、その世界で戦えるスタートアップというのがこのディープテック領域から出てくるだろうというところで、日本の投資家もそうですし、海外の投資家もそういうところに注目いただいてるんじゃないかなというふうに思います。先ほどシードのラウンドにおいてはそこまでハードルは変わらないかなとご意見をいただきましたが、既存投資先の皆さんですと、おそらくかなり大きい資金調達、いわゆる A を超えた以降でいうと、ディープテックの企業家さんというのはどのような変化があったりはするんですか。はい、日本はまだまだポジティブなんじゃないかなと思っていて、いろんな VC さんが実は今このディープテックに投資したいという会社が非常に増えているんですね、ただそこまで投資できていないという状況もありますので、これからどん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 参入してくる人たちも増えるでしょうし、資金自体はですね、こと日本においてはまだまだ正直余ってるんじゃないかなと思っているので、そこは臆せずどんどんチャレンジしていってほしいなと思います。すごい。スタートアップ投資 TV。 ここからはスタートアップの成長に必要な人材と投資家をつなぐゲートとして、スタートアップ企業さんと事業会社さんの両面をサポートするソーシングブラザーズさんの提供でお送りいたします。ディープテック領域だからこそ国外にも出やすいみたいなお話、ちょっと一言いただきましたが、はい、海外投資家さんもだからこそ巻き込みやすいみたいな特徴もあられる。おっしゃる通りですね。我々の投資先で海外という意味で言うと、キューラックスという九州大学発のベンチャーで有機EL を作って素材メーカーなんですけども、そこはもう取引先はもう全部ほぼ海外ですね。すごい。LG さんとかサムスンさんとか、投資家もやっぱ海外が増えてきて、ほぼ売り上げは全部海外みたいなところもやっぱあるので、非常に追い風だと思いますね。そうなってくると、国としてもサポートして、しっかり外貨を稼いでいくみたいな部分でも、国内からそういう産業を作っていって海外でちゃんとビジネスをしていけるっていうのは、すでに事実情報として足元でも既存投資先で起きていらっしゃって、これをより拡張していく、こういう時代でもお金が集まってるっていう感じになってるんですか。そうですね。そこに加えて先ほどのキーワードとして挙げていただいたインパクト投資みたいな文脈も加わってきて、やはりより社会の課題を解決するような企業に投資していかなければならないというところで、日本だけで見ても6年ぐらいでその投資残高っていうのは100倍ぐらい増えちゃってるんですね。実はグローバルで見るとまだまだ
はい、日本は 3% ぐらいしか取れてないので、はい、少ないんですけれども、はい、急成長しておりますし、それさえ拡張して ESG 投資という文脈でもより環境負荷を減らす企業の方がゆくゆくはパフォーマンス良くなるよねというふうに見ている投資家っていうのもいますので、うん、そこまで拡張して考えるとさらにこの投資金額が増えているというところで、そういった投資家がどん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 このスタートアップ業界にも入り込んできているというのは追い風になる要因なのかなというふうに思います。今回のお話聞いていただいている方ですと、まあ、どうすれば最近インターネット上、それこそ Twitter とか SNS 上でもなかなかやっぱ資金調達難しいみたいな情報がかなり先行して、情報としては僕自身も受け取っておりますし、皆さんも聞き及んでいるのかなという一方で、今みたいなお話も改めて確かに整理してお伺いしていくと、確かにそうだよなというか、でなおさらじゃあそこの部分が拡張していくって考えると、そこのところでチャレンジしたいって思う方も、まあ、相対的に増えていくのかなと思うんですけれども、そういった方々がなんかリアルテックファンドさんに壁打ちしてもらいたいとかドアノックしたいとか、どこからご連絡するのが一番良かったりとか、お話もいただいていたプログラムも割と定常的に募集されてらっしゃる。そうですね、毎年いろんな日本十数地域でやってます。そんなやってるんだ。はい、もちろん東京とかでもやってますけれども、地方の皆さんもぜひエントリーしていただきたいですし、我々のホームページだったり我々のメンバーにツイッターだったりフェイスブックで DM いただければ、もうすぐにお話しさせていただければなというふうに思っています。ありがとうございます。動画の概要欄の方にですね、リアルテックファンドさんのホームページも URL 記載をさせていただいておりますので、リアルテック領域もチャレンジしたいと思っている場合によっては、研究開発系の畑の方ももちろんですし、ちょっと畑は違うが、その領域で新しく志しているみたいな方も、どしどしとご連絡いただければよいのかなと思っております。それでは改めて全3回にわたりまして藤井さんご出演いただきましてありがとうございます。ありがとうございました。皆さんも最後までご視聴いただきましてありがとうございます。次回も見ていただければと思っておりますので、チャンネル登録してお待ちしていただければと思います。それでは皆さん次回もお会いしましょう。さよなら。スタートアップ投資 TV、 視聴者の皆さんで資金調達に関する相談をしたい、もしくはスタートアップ企業へ出資・協業をしたいという方は、動画概要欄から LINE 公式アカウントに登録いただくと、日程調整情報やその他限定情報も配信していますので、ぜひそちらからご相談ください。